はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。この動画が公開される頃には、何日経ってるか分かんないんですけれども、今日ラギーブッチ君の誕生日ですおめでとうございます。でも私ガチャの方ももうさせていただきまして、パーソナルストーリーの方ももうおそらく公開してるかとは思いますので今回何しようかなっていう時にですね、あらちょっと待ってジャミルバイパーク時にですね、私なんと2年ぶりに満を持してメインストーリーを振り返ってみようかなと思いまして、すいません、お迎えはジェイドリーチでした。あとちょっとびっくりしないでほしいんですけれども、私このプロローグから見るのですね、リリースしたプレイし始めた時からなので本当に2年ぶりとなっておりまして、もう忘れてるよねということで新鮮な気分で見ていこうかなと思います。あと絶対私の声の方が確実にうるさいと思うので、一度ご覧いただいてから、内容をしっかり入れてから、こちらの動画見ることをおすすめいたします。記憶の限りではクローリーが、あれなんかでもなんかもう始まってる、あれなんか途中っぽいけど、ちょっとあなたかわいい、あらちょっと待って、これハテナハテナだけど、これグーリタンじゃないの、ちょっとかわいい、かわいい声してまだごめん、おんま、うわー初フナーです、初フナーですよ、うわ記念すべきデビューだ燃やしてやがるギャーそりゃ叫びますよかわいいグリタン、うわ映像としてのグリタン、初グリタン、キャワイイね、タムタムみたいでキャワイイねわあ、しょっぱなからめっちゃかわいいじゃん、ちゃんとお名前言えるの偉いね人間だってまだ古文って言ってくれない、あーすごいね、炎いっぱい出せてあーもう最初から楽しいんですけど、やだちょっと2年ぶりのメインストーリー楽しいてかまだ生徒じゃないからね、グリタン生徒じゃないから、マジカルペンのネックレスバージョンのやつ、あれまだね紫色のやつねないね早く欲しいね、あれ、あ図書館に来ましたねここは一体どこなんだ、まあ図書室って知ってるんですけれどもね私ももうオンボロ寮の生徒なんで、あーキャワイイ、もうほんとさ、グリムがこうデレクもうデレクきっぱなしっていう、この1話プロローグ1話のもう出てきましたクローリーハテナハテナハテナになっているけれどもいやクローリーが出てまいりました、はじめまして、ここで、あでもはじめましてじゃないのか、最初このプロローグの1の前にプレイするときに1回出てきてますよね、そこだけはちょっとね覚えてるんだ、あーでもその時は映像じゃなくて声だけの出演だったかな、あらあら近い子だかわいい、うわーこれでちょっと式典の方、入学式の方に行くんだっけかな、もう忘れてるんだよ本当にこんな大事なシーンを、あ、まあちょっとクローリーにせっかちさんって言われたいんですけど実際今言われたんですけど、じゃあもうなんて私ね、意外とキャラももちろん生徒も好きなんですけれども、クローリーもね、なんか裏がありそうな感じ、このミステリアスな感じがね、割と好きなんですよね。もう絶対さ、絶対素顔イケメンだよな。もう絶対わかるもん、もうこの下半分の肌のきめ細やかさでもうわかるもん。もう想像ができるもん、なんかマスク美人っていうさ単語がコロナ禍でできたけれども、この逆ね、逆のタイプのマスクでも分、ね、かる、そういう美人じゃなくても圧倒的な美人、これはいつかこの仮面を取る日が来るのかな、どうなのかな、あついに、あもしかして、あ入学式式典会場に行くのか、ああお名前を頂戴していただけるんですか、お名前をくださもう本当に一喜一憂しすぎあ私優しいのでが来ました、これは学園長の代名詞が来ました、あ中庭に来ましたね
お、咳払いしました。自己紹介、自己紹介じゃない。まず学園の説明してくれても満を持して自己紹介するのかと思って期待しちゃったよ。はい、そうですね、学園の説明、はい、ここはナイトレーブンカレッジで、あ、そろそろ来ますね。あ、はい、やってまいりました。今回、学園長、こちら、校長のディア・クローリーさんでございます。ナイト、カレこの私が言うとすごいわざとらしくなるな。めちゃくちゃわざとらしかったな。もう全部知ってるからなんだけど。あ、はい、私がいつもお世話になっている闇の鏡さんの話も出てきましたね。いや、本当私闇の鏡とバチバチ、おー、ビジュアル来ちゃった。うわ、そう、これね、最初見た時本当にもうね、すごいね、絵がいいなって思うと、本当この1枚だけでカードのビジュアルの期待をせざるを得なかった。本当にまあもともと良かったんだけれどもね、公開してる絵たちが。いや、それにしても夜に入学式始まるなんてすごくナイトレーブンカレッジですね。もうね、真っ暗じゃん。それともこんな真っ暗になるまで私がどこかに逃げちゃってたっていうこと、迷子になってたっていうことなんかだとしたら申し訳ない、ほど申し訳ない。うわ、ついに入学式会場に行けるのか。あー、終わった。いや、長い、詰め込みましたね。1話プロローグの1話が終わりました。もう大ボリュームですね。やっぱさすがメインストーリーですね。で、次が、プロローグの2話となっております。うわー、この会場に来たということはみんなが来る。いや、どうしよう、心の準備、2年ぶり、あー、ありがとう。いやー、これで入学式と両脇の ここでは初めまして。うわー、ちょっと待って、初めてのモードね、式典服のこのフードアリバージョンで、いやー、落ちた、みんな落ちた、あれ、ちょっと待って、おじさん、あ、ごめん、私式典服のおじさんのグルービー絵に見慣れてるもんだから、あ、穴開いてないんだって思った。アズール、あ、あれ、アズール、え、こんなテンション、あれ、なんか声違くない？ね、ちょっと、なんか今のアズールと全然なんか雰囲気違う。え、私だけこう感じるの？え、全然なんか、こんなんだったっけ？あ、ビル様あ、ビル様は同じだな。え、なんだろう？え、なんかちょっと表現の仕方、え、ちょっと待って、イデオも違う。ちょっとカリム君も、なんかみんなちょっと、声の出し方違うじゃん。ちょっとこれ、2年ぶりにこう振り返らないとちょっと分かんなかったかも。うわー、振り返ってよかった、すごい収穫。あー、やっぱりこうね、だんだんちょっと変わってくるんですね。最初のこの声の出し方も好き。あー、闇の鏡さん、チース、松です。おなじみの松です。どうですか、私の形。めっちゃ目見開いてる。めっちゃ見定められた。わからぬ。私の魔力伝わらぬ。いや、本当初対面の鏡にいきなりこんなこと言われたらトラウマになります。めちゃくちゃご必要で言われた。これ悪口なんか。あ、ざわざわしてる。ごめん、私のせいでみんな会場がざわついちゃった。ごめん。ごめんやで、みんな。どうも、無のものです。いや、メインストーリー楽しい。あ、グリトン、いやー、ずーっとモゴモゴした。縛られてたのね、ちょっと。あ、一緒に頑張ろうよ、後のパートナーである。もう、早く人間じゃなくて子分って言ってほしい。もう人間って言われたらもうセレクしか思い浮かばないんよ。あ、やだやだ、リドル、あ、かわいい、なーだってかわいいね。あー、カリムくん、カリムくん、早く火を消してあげて。ジャミル。うわー、両服ディオ仲間買おうよ。もう隣り合わせになっちゃって、いやー、かっこいいよ。うわー、ちょっとだけおじたんも、いや、でもね、アズールが全然違うよ、ほんと。
いやね、一番の変化、アズール本当メガネの男って書いてるタブレットの声とか、なんかまだね名前やっぱりあの自己紹介してないから、そのターバンの男えターバンどこに分かるんかねここからじゃあターバンの男かどうかも分からん、獅子の耳をもう耳は分かるんかね完全に憶測、あのフードかぶってたら分からない、グリムグリム、あやっと名前出てきた、あちゃんとアズールも名前出てきた、よしよしよし、アリドルも早くターバンの男にも名前伝えて、あーリズミックが始まる、よーし懐かしのリズミック、まだねこの時は本当にイージーイージーだったよ、あかわいい、やーだもう SD キャラもめっちゃかわいいなってこの時思ったんですね、本当にかわいい、あのいつものビジュアルも好きです、このねデフォルメされた感じもすごいかわいい、これどこ押してもタップしても大丈夫なリズミックですから、これはもう簡単ですね、もう実況しながらでも全然できる、しかもねあの音楽が秀逸なんですよ、これ本当に好き、このねてん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 すごい好き、もうなんかねあの全然やってない時でもこのプレイした後にちょっと口ずさんじゃったぐらいこの音楽好きなんですよ、私この時はまだリズミックがあんなに難しくなるなんて思わなかったなまさか紫ノーツが出てくるなんて思わないじゃん紫ノーツのリズミックめちゃくちゃ難い、もうほんと相性が悪いんよな5章いまだにリズミッククリアできてません、あかっこいい、アズールかっこいい私この時はですねまだリドルのもうアズールのこともまだよく知らなくって、それこそあのアズールなんてね3章が終わった頃に爆発的に好きになったもんですからこの時はねイデア推しだったから、早くイデア氏、あのまだタブレットだったじゃないですかさっきね、だから早くイデア氏来てほしいなーなんて思いながらプレイしてたんですよ、それが今ではねジャミルバイパー狂いになっちまって、ほんと人生って何が起こるか分かんないなって思ってほんと人生でもう1年以上推してる、あのこんなに狂うほど推してるキャラに会うなんてね今までなかったですよ、もう2年生きてきてすごいねツイステッドワンダーランド、はい、でもそんなこんなしているうちにそろそろリズミックが、あ、終わりましたね。フルコンボいったんじゃないかな。すーごいイージーでした。あ、グリム行き止まりになっちゃったね。捕まえた。めちゃくちゃ怖くなかった、今の言い回し。ごめんなさい、愛ゆえに。かわいいグリタ、もうフナめちゃくちゃサービスしてくれるじゃん、この1話2話だけで何フナいったね、かわいいんだからもうグリタったらあフルコンボいったよっしゃよっしゃいやほんとこれぐらいのね難しさだったらよかったんだけれどもね、どんどん難しくなるよねはい、ということで結構なボリュームでしたね、1話2話ちょっと待って、あの私のあの実況動画30分以上あのかかるとあのね爆発的にうざくなるのでどうしよう、もうこれからあのちょこちょこやっていこうかなと思うんですけれども、あの時間空いた時にね2話ずつ進めるっていうのはどうかな、まあ、とりあえず一旦初回ということでここまでとしまして、あとあのお時間があの空いた時にまた、続きの方3話プロローグ3話の方からしていこうかなと思います、ということで今回の動画はここまでです、ご視聴ありがとうございました、バイバーイ。